入学してきた生徒とはもちろん今日初めて会ったんですけども、何か今までにもこう会ったことある生徒たちのような、とてもこう親しみを感じる明るい子たちばかりで、生徒たちの方がとてもこう笑顔で接してくれまして、この学年の子たちと精一杯やっていきたいというふうに感じました。生徒目線で常に生徒と一緒に、生徒と共に行動をとって、3年後の進路実現に向けて適切なアドバイスをしてやっていきたいと思っています。先生たちも皆さんの進路実現に向けて精一杯応援をしていきます。泣いたり笑ったりすることがたくさんあると思いますけども、一緒に頑張っていきましょう。入学式も、ね、物式で行われます、ね、非常に素晴らしい生徒さんとやはり出会うことができまして、朝教室に入った段階の時から、少しすごく楽しみな日を迎えることができました。教室で子どもたちと一緒にいることが非常に私にとってもいろんなことを学ぶこともできますので、同じ時間を一緒に過ごせるような1年にしたいなと思いますね、はい、今日のこの出会いご縁を大切にして、これから3年間一生懸命学校生活を送りたいと思いますので、一緒に学んでいきましょう。自分の知っていることとか、たまたま目の前の大人が入学してくれた子たち、この子たちが3年後この学校で良かったと思って卒業してもらえるように一生懸命やらなきゃなっていう、そんな思いになってます。一生懸命こっちを見てくれてるんですよね。なのでこの期待になんとか応えなきゃな、この子たちを、とにかく笑顔を保てるように頑張りたいなと思ってます。みんなのね、夢が叶えられるように、教員一同頑張っていきます。一緒に頑張っていきましょう。